電車の7人掛けの座席、たまにこうなるよな。真ん中の人が一つずれれば、もう一人来てもゆったり座れるのにね。さて、座席がべらぼうに長い時を考えてみる。え、急に何？ここに、人々がでたらめに座っていくとする。ただし、他の人の隣には座らない。そのうち誰も座れなくなるね。その時、席は平均何パーセント埋まっているだろうか。え、まあ、半分は超えないよね。ああ、奇数だったらとか細かいことは考えなくていいぜ。あと、3分の1は絶対埋まるはず。そうだな。じゃあ、平均は？今回の問題は、ワールドツアーファイナルズ2019っていう、競技プログラミング世界一を決める大会のボス枠。5問のうち2問半で参加者全滅してるね。このアットコーダーっていうサイトの問題には、難易度に応じて配点が付けられるが、2024年現在も、この2718点が最高配点だぜ。問題って全部でいくつくらいあるの？公式コンテストだけでも軽く3000はある。あのさ、いくらなんでもこれは無理じゃない？いや、特殊な問題すぎて、むしろなんとかなる。へぇ？そろそろ問題の話に戻るか。長い席が平均何パーセント埋まるかだっけ？実際はもう少し抽象的な内容だぜ。とりあえず、席の数を M とする。はじめ、誰も座っていない。ここに人が一人ずつ訪れる。人は、隣に人がいない空き席の中から、等確率で一つを選び、そこに座る。普通端に座らない？そうかもしれないが、すごく長い席なので無視する。まあ端に座れるのは最初の二人だけだね。これを繰り返す。今度は、一人目が座った席とその両隣は選べないんだよね。選べる中から等確率で選ぶぜ。これを座れる席がなくなるまで続ける？ああ、そうなるまで早送りするぜ。もう人の隣にしか座れないね。さて、入力として長さ N の文字列 S が与えられる。M じゃなくて N？ ああ、M は入力されない。入力されない？とりあえず、M が十分大きい何らかの値だとして、連続する N 個の席を無作為に選ぶ。そして、選んだ N 席に人がいるかどうかを S と比較する。X が人でマイナスが空き席？ああ。ここが選ばれたら同じになってるね。ここだと違う。これが一致する確率を知りたい。え、最初の話と違わない？ N イコール1だと席は何パーセント埋まるかっていう話になる。ああ、確かに。で、M が入力されないのはどういうこと？ M を無限大に飛ばした時のこの確率の極限を求めたい。なんでそりゃー。N は1000以下で、制限時間は4秒。1000。問題は以上だが、提案がある。提案？ N イコール1の時だけ解いて満足しないか？え、いいの？この問題の本質は N イコール1の場合にあって、これさえ解ければ、あとはやるだけといったところだぜ。じゃあやればよくない？面倒ではあるのでやりたくない。しょうがないな。じゃあ、席が平均して何パーセント埋まるか考えよう。で、どうすんの？適当な席を一つ選び、その席が埋まる確率を考える。確かに、無限席あるならどの席も同じだもんね。で、それはどう計算するの？今のルールのままだと苦しいので、適当に言い換える。言い換える？隣に人がいない空き席から一つ選ぶ。というのをそのまま考えるのは難しいので、全部の席からランダムに選んでみて、座れない席だったら選び直すことにする。座れるまで何回でも選び直すってこと？ああ。本当に簡単になってる？最初に選ばれるのが早い順に席に番号をつけてみる。一人目が座るところが1？ ああ。二人目からは、座れないところを選ぶかもしれなくて、それでも番号はつく。よね。もちろん、番号がすでについた席が選ばれても上書きされない。あ、この席に番号がつかないまま終わっちゃった。そういう席には残りの番号がランダムでつくことにする。じゃあ、どうなっても全部の席に番号がつくね。で、番号をつけて何がしたいの？逆に、番号を先につけて、小さい順に席を見ていって、座れるなら座る、座れないなら座らない、としても同じことだな。ああ、確かに。番号の付き方は全部同じ確率で起きる。よね？もちろん、M の会場通りの並び順が全部等確率で生じる。というわけで、さらに言い換えると、席ごとに0と1の間のランダムな実数を独立に生成して、乱数が小さい順に見ていく。としても同じだな。一瞬で変わりすぎだけど、確かにそうだね。さて、試しにそれなりの数の席に乱数を割り当てて、どの席が埋まるか見てみよう。何これ？乱数の値を席の高さで表した。なるほど。まずこれかな。ああ。もちろん座れるね。ここは座れなくなっちゃった。ここは OK。ここはダメで。ここは OK。ここはダメ。ここは OK。ここはダメ。ここもダメ。ここもダメ。ここは OK。ここはダメ。ここは OK。ふう。座れる条件、わかったか？
多分。とりあえず、谷には座れるね。それで、谷から偶数怖がったとこにも座れる。って感じ？そんな感じだな。正確に言うと、例えば、この席からは、左下方向に席が2つ、右下方向に4つ続いているが、この席数が両方偶数なら座れて、そうでなければ座れない。え、それでいいの？他の席でも見てみろ。ああ、右下は2席で偶数だけど、左下は3席で奇数で、そのせいでダメだね。もう何席か見ておくか？谷は、左下も右下も0席。坂の途中だと、片側が0席で、反対側で決まるね。うん、この基準で間違ってなさそう。じゃあ、左下と右下にともに偶数席伸びる確率を求めよう。求められる？とりあえず、右下に偶数席伸びる確率を考える。考えられる？問題の席の乱数の値が X だと仮定しよう。左下に0席伸びる確率は？右の席の乱数の方が高い確率ってことだよね。乱数は0から1までだから、1-X？ ああ、左下に2席伸びる確率は？下がって下がって上がる確率？そう。難しいかも。下がって下がる確率から、下がって下がって下がる確率を引けばいい。ああ、確かに。で、下がって下がる確率は、まず、右の2つが両方 X 未満でないとダメで、この時点で成功確率 X のくじを2回引かされる。とりあえず X の2乗が入るね。で、この2つのパターンのうちどっちの方が起きやすいか？同じ？ああ、どっちが大きいかは平等な勝負だな。じゃあ、確率は X の2乗の半分か。3回下がる場合も同じだな。まず当選率 X のくじを3回引いて、3つの数の大きさの順番は3の階乗通りあるから、X の3乗の6分の1だね。このまま4、6、8、と永遠に続けて、合計すると ?5? そうだな。さて、これはズバリ？ズバリ？じゃあこれならどうだ？ E の X 乗？ってことは、これは E のマイナス X 乗か。なんじゃこらー。こんなに唐突に E が出てくるのは珍しいな。まあ、とりあえず計算を完遂しよう。右下に偶数席伸びる確率が E のマイナス X 乗になったんだよね。左下はどうだ？まあ、右と違うわけないよね。じゃあ、E のマイナス X 乗の2乗を0から1まで積分すれば終わりだな。これはさすがに簡単。2分の1引く2 E の2乗分の1。でいい？というわけで、N イコール1のケースを突破したぜ。これって何パーセントくらい？ 43% くらい。へえ、思ったより2分の1に近いかも。完全な問題の解法は、公式解説や説明欄のコードを見てほしい。あのさ、なんだ？席が何パーセント埋まるかに E が出てくるってことは、逆に何パーセント埋まるか実験すれば E を計算できない？確かにそうだな、やってみるか。Python で今回の過程をシミュレートするコードを書いてみた。1000万席とかどう？今動かすぜ。432万3188席埋まった。本当に 43% だ。この値を使って E を計算すると、2.718 くらい。4桁当たってる。この方法で E を計算したのは値たちが初めてかな。普通にやった方が早く収束するけどな。学。こういう難問の解説を他にも見たければ、これをどうぞ。ご視聴ありがとうございました。